おはようございます。2022年2月26日土曜日朝6時40分です。まあ予想通りも厳しいですね。天気の方は晴れ、気温の方は1度、風は今ほとんど吹いてないかなです。うねりの方はごく弱い感じで、今見えてるのがハイセットかな。まあ、割れる気配はないっすね。でインサイドも厳しいですね。やっぱり地形が、やっぱり地形だ。で今日の夕方、まあ、昼夕方かぐらいからちょっとうねり入りそうっちゃ入りそうなんですけど、どうでしょうか。明日はちょっとやれるかもしれんけど、朝だけかな。今日の夕方か明日の朝かって感じです。でその後はもう風が強風になっちゃうんで、まあ狙うのはその辺かなって感じで終わります。はい、もう終わろう。まあ、見渡す限りねないっすもんねこれね。で釣りの方がなんかね結構増えてきたんですけど、なんですかね。なんかあれまたテレビかなんかで取り上げられたの、なんか岐阜の方のナンバーがすごい多いんだけどっていう感じです。というわけでいつもねご覧いただいてありがとうございます。今朝もね、乙畑修がお伝えしました。それではまた。